ミスター X。 さあ本日私は東京ゲームショーこちらに来ております。今年も幕張メッセで盛大に開催された東京ゲームショー、次世代を担う新作ゲームが続々と発表される注目の会場で、なんと新キャバクラ条約7人の初お披露目が行われるのだ。今回のキャバ嬢 TV ではデビューを控えた7人の気打ちガバンチェックを強行、その素顔に迫っちゃいます。まずは盛り上がる会場を探索。東京ゲームショーといえば各ブースを華やかに彩るコンパニオンたち、多少気は早いですが次回のキャバクラ条約オーディションに向けて美女たちをお互いしちゃいましょう。まずはこちらのゲームブースから。どうもこんにちは。どうもこんにちは。どうですか戦場のバルキリア、今日宣伝してますか。非常に皆さん楽しんでいただいて、はい、なるほど、いいですね、かっこいいですね。龍が如くの方でもね、キャバ嬢たちが頑張ってるんですけども。そうです ね、皆さん綺麗で、いやお綺麗ですよ。キャバ嬢オーディション毎年やってるんで出てくださいよ。まあ来年もしあれば出てくださいね、約束ですよ。わかりました。約束ですよ。こんにちは。ここ何ブースですか。セガブースです。セガブース、ゲームは何でしょうか。シャイニングハーツです。シャイニングハーツ、はい。お姉さんお名前は。はい、エリコです。エリコさん、はい。エリコさん綺麗ですね。普段こういうお仕事されてるんですか。普段はモデル系が多いです。モデル系、どんな雑誌見たら飲んでるんですか。ギャル雑誌です。ギャル雑誌、ギャル、この格好でギャル。全然違います。女は怖いですね。さあこちら黒ひょうブースです。ちょっと聞いてみましょう。どうもこんにちは。こちら黒ひょうブースではどんなことができるんですか。はい、こちらでは PSP を使って、ゲームの特集をしております。あ、ところでお姉さんはお綺麗ですけども、キャバ嬢オーディションの方では出られなかったですか。キャバ嬢オーディション落ちました。あらー、すいません、すいません、土下座モードです、すいません。見る目がないんじゃないですかっていう話ですよ。また来年よろしくお願いします。お願いします。コンパニオンすら憧れるキャバクラ条約、そんな栄光の座をつかんだ7人は初デビューを前に何を思うのか。いよいよキャバ条約7人の控え室に潜入です。どうもこんにちは。どうも、いましたよ皆さんが。いました、いました、5人います。5人、皆さんこんにちは。元気ないですね。ちょっと皆さん大丈夫ですか。これちゃんとキャバ嬢ね、選ばれたキャバ嬢としての自覚ありますか。皆さんちょっと5秒チャージに何秒かかってんの。もうズル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 飲んで、もっとやるけど、もうダメです。これでは今決めました。緊急企画、キャバ嬢7人の持ち物抜き打ちチェック。初デビューを前になんとも不甲斐ない新キャバ嬢たち、ここは抜き打ちカバンチェックで気合を入れていただきましょう。さあ、でまずゆりあちゃん、ゆりあちゃんちょっとカバン出して。出してって言ったら強制的。まずは林田ゆりあちゃんから、元保護さんのカバンには何が隠されているのでしょうか。何これ。手帳です。なんかはちょっとやめてください。じゃあお次はいつもニコニコ笑顔が可愛い寿司屋の娘、桜木ひなちゃん。一発ゲットですよ。もうひなちゃんっぽいカバンやもんこれ。そう、めっちゃ重いで。でも携帯3つあるんじゃん、はい、携帯3つ持ってんの。プライベートがもうキャバ嬢です。これカメラだけ、カメラだけのために携帯使ってんの。デジカメ買ったらええやん。だって写メある。あ、送るためない。え、もう一個は。じゃあうん、欲しかったから買ったけど使えない。使いにくいやん。それは、うん、
ことあったの、うん、嘘。基本料金3つ払ってんの？自分で払ってる？それ払ってますよ。嘘。誰に払ってもらうんですか？え？いや、それなんかそれなりの大人がいんのかなと思ったけど。水島エリカちゃん、カバンを覗いちゃいましょう。それでは続いてですね、エリカちゃんのカバンをチェックしたいと思います。いいですか？はい、なんもないですけど。なんもない？うん、なんもないことないでしょう。髪型の、これは完全に心が病んでますよ。顔のない似顔絵、これ大丈夫でしょうか？絵描いてみました。絵描いてみました。はい、顔も描いてください。天然キャラ爆発、可愛いさあやちゃん。ちょっともうよう堂々とそんなご飯食べてられるね。お腹空いてて、うん、すいません。口の中いっぱい入ってるやんか。ちょっと見してカバンの中。これは私の可愛い、あら、鍵です。鍵汚いな。綺麗ですよ。人形の類が全部汚いやん。もうチュッパチャップ。これはラムネ味。1ヶ月ぐらいずっと入ってる。よかったな、どうぞ。いや、ええわ。あ、開いてる。汚っ。ほんま汚いな。汚くない。めっちゃ汚いやん。食べられへんやん。食べますか？いや、食べへんわ。なんですぐ俺にそういうちょっと飴系のやつをくれようと。勢いがついたところで、お次は立石みやびちゃんのカバンをチェックと思ったら、さあ、いき、あ、びっくりした、びっくりした。さあ、次行きましょうか。出て行きましたよ。考えられませんよ、私。これ、幸先不安です。飴ちょうだい、やっぱり。あ、本当ですか？うん、なんかちょっと甘いもん食べたなったわ。あ、じゃあ、これで。 ありがとう。こんなにくれんの？はい、あるんで。あ、ほんま？まだ。あ、よかった、よかったです。もらいました。ついに逃亡者発生。しかし、こんなことではくじけません。次は中国発の不思議系キャバ嬢、ゆうなちゃんのカバンをチェックだ。ちょっとね、みんなに今ね、カバンチェックさせてもらってるんですよ。はい。お、あ、綺麗にしてみる。あ、ゆうなちゃんは綺麗にしてるわ。ちゃんとしてる。そんなことないですよ、私食べ物ばっかりですもん。あ、ほんまや。なんか食べ物に、うん、チーズ、チーズに、チーズ、チーズ、チーズ、痩せれるか。何が痩せたんやろ、こんなチーズ食って痩せれるか、これ。抜き打ちカバンチェック、最後を飾るのは桜愛ちゃん。あら、かわいいカバンですね。服が大好きなんですけど、うん、うちの親と、なんか幕張メッセに、フードなんとかっていう採点みたいなのを。あ、もうそんなんいいね、中身してください。あ、引っ張ろうと思ったの。もうそんなんいいね、中身してください。なんだろう、なんだろう、ティッシュ入れと、あとなんか、胃薬。結構キャバ嬢ストレス多いようです。暇つぶしに読もうと思ったから。お、ちなみに何の文庫ですか、タイトル？内緒です。いや、ダメ。やだ、それはやだ。なんでよ、文庫のタイトルぐらいええやん。何ですか？あら、セクシーポーズ。セクシー、あ、セクシーショットでございます。じゃあもういいですよ。オッケー、わかりました。じゃあもう諦めます。置いてください。もう十分ね、いいの手に入りましたよ、これだけね、綺麗に。あー、絶対ですね。逃亡者まで現れた。抜き打ちカバンチェック、楽しんでいただけましたか？キャバ嬢たちの持ち物から彼女たちの素顔を少しはお伝えできたんじゃないでしょうか。そしていよいよ次回は東京ゲームショーで行われた新キャバクラ条約初お披露目の舞台裏を大公開。キャバ嬢 TV おなじみのあの人も登場。お楽しみに。